GPP、JPY、シグナルが入りました。ライブ投資戦術ですね。GPP、JPY、12月20日1時18分5ですね。シグナルが入りました。このようにね、シグナルが入りました。ちょっとプリンとね、用意したんでデザート、自家製プリン作ってました。それからラーメン食べてました。インスタントじゃないですよ。さあどうでしょうか。私は2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいてに世界一になった世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間洋先生です。当時は1億円近く投資をしておりました。今回は2018年、私の投資ですね、2016年から2018年にかけまして、新しい分析方法にしまして、今回となっております。こちらですね、今2台のパソコンで動作させてますけども、こちらからねのシグナルが出ますので、そうしましたらこちらの方で、全部手入力で今投資してます。ライブ投資なんでね、自動売買は禁止になってますのでね。今週は、今週以降ですね、日光なんですけど、パソコンの方のね、今週17日月曜日からの成績は、6勝2敗、4勝2敗ですね、4勝2敗です。あと8分以上ありますから、まだわかんないですね。こちらは勝率 79.6%、 左上ですね、 GBP、JPY はこちらになるんですけれども、投資数が13回シグナルが出てます。で実質勝率は 92.3% で、平均利益ピップスは 100.7 ピップスですね。
きついとこでカド番だったんですね。勝率 75% ぐらいでいくんですけども、今回負けましたら勝率がね大幅に 60% ぐらいになっちゃってね、落っこちたんでね、カド番だったんですね。撮影のカメラはニコンの、ニコンのカメラ使ってます。DIX ですか、ニコンの DIX 使ってます。 4K のニコンのカメラを使ってます。ニコンのカメラ購入しましてね、ニコンのカメラで撮影してます。性能は抜群ですね。ラーメンはね、私あの焼きそばの麺使ってラーメン食べました。タレはね、取っといて焼きそばに使うようにね。